館内では愛媛県ゆかりの書家で大河ドラマ龍馬伝の題字を手掛けたことで知られる紫舟さんの作品展をご覧になりました。このうち書のキュビズムという作品は、筆で書いた文字を特殊な加工技術を使って透明なガラスケースの中に立体的に表現したもので、文字が浮かんでいるように仕上げられていて360度鑑賞できるようになっています。両陛下は紫舟さんから紙の制約から解放された書の奥行きを表現するために立体的に作ったという説明を受け、熱心にご覧になっていました。驚きとともに関心を示していただいて、世界で初めての表現ですかという質問があったり、書を紙や伝統や制約から解放するということを継続して行ってきたことが、陛下にまでご覧いただくことのきっかけになることができたので、諦めずに続けてきてよかったなと思います。